市議会議員の川口博史です。今日は9月議会が終わったばっかりで、収録は9月なんですけれども、今日、自民党の一人の方が、立候補予定ということで、新聞を賑わしたとこです。ようやく出揃ったのかなという思いもあります。高島市長、前市長の吉田さん、そして、保守系の自民党所属であります、北島康二郎さん、それから共産党の竹村さん、また、遠山さんと、5人が今名乗りを上げております。最初はどうなってあまり名が出ないなということだったんですが、11月の第3週が投票日、今からこの福岡をどう良くしていくのかというですね、建設的な、論争といいますか、思いの出し合い、そして将来任せれる市長を選んでいかなければならないと思っております。そういった中では、吉田さんも保守系ということで無所属なのというような思いがありますが、無所属で出られるということで、また保守系からは現職と北島さんということで、まあ、どのようになるのか、分かりませんが、私どもしっかりと、その政策を聞きながら、そして今福岡市財政も厳しい、将来、大変やっぱり厳しくなる中、特に、退職後のいろいろな能力をお持ちの方を、年金もらうよりも生きがいを持って働く場をどんどん提供するなり、そういう方を欲しがっている企業にですね、どんどん安心する、またはシルバー人材センター等も強化しなければなりませんし、元気で、もう平均年齢が男性80を超え、女性がもう87になろうかとする時代、元気で暮らせる、豊かな住むには一番の福岡になるように一生懸命私どうも政策を提言していきたいと思いますし、今が大切な時と思います。当然子育てもう小さい頃の思い、これは環境問題でもやっぱり小さい時にしっかりと環境に関心を持ってもらうのも大事と思います。まだまだたくさんの課題があります。そういった中で今回の市長選、しっかりと市民の前にそんな議論ができる市長選になることを心から願っておりますし、私ども議員の立場としてしっかり関わっていきたいなと思います。